キリスト教東方教会聖教会中国聖教会中国聖教会は聖教会の中国における自治教会中国には他にコンスタンディヌーポリ総主教長の管轄下にあり中国のみならず台湾でも活動する香港及び東南アジア不主教区があるロシア聖教会の最初の伝道者と信者の集団が中国入りを果たしたのは 現代のことであるが、後代には伝わらなかった。1684年に、下級聖職者のマクシム・レオンチェフを伴う31人の、ロシア人の信徒が中国へ到来した。彼らは、国立公私流のアルバ人で捕虜になり、北京に送られた。1685年、新朝の後期帝は、ロシア領で捕らえた、ロシア系住民を清に移住させたのである。マクシム・レオンチェフは、 北京で最初の聖教会の教会を建てた。こうして聖教会がシベリア経由で中国に再び入ったのである。聖教会の信代以降で最初の伝道団は1715年に北京の手のひらにイラリオンによって結成された。この伝道団の最初の記録は1727年のロキヨシ条約に現れる。伝道団の意図は 中国人に福音をもたらすことではなく、最初の伝道者たちを保筆することであり、後にはロシア大使の役割も果たすようになった。1684年からの150年の間、聖教会は多くの信奉者を出すことはなかった。1860年に北京にはほんの200人の信徒を数えただけであり、そこには清に帰化したロシア人の末裔も含まれていた。だが、 1860年を過ぎると、電動団が再浮上するのである。電動団は1850年代から1860年代にかけて4巻の中国学研究所を上司した。この分野の研究で二人の修道士が有名になった。チュバシ人のイヤキンフビチュリンと、テノヒライン、パルラデカファルフである。彼らは、非常に有用な辞書の編纂者であった。同行年間には、 現在の新疆ウイグル自治区入りカザ付属自治州アルタイ地区にあたる地区に武装派の小儀式派信徒が移住している。1860年にはロップノール湖畔に入植しようとして失敗した小儀式派の集団がいた。ギワダ団の乱の間伝道団は大きな被害を受けている。1907年に混流されたハルビンの聖ソフィア大聖堂。現在は博物館となっている。 義和団の乱では中国人キリスト教徒が襲われ、聖教徒の中国人もこれに巻き込まれて殺されている。最終的には、ミトロファン神父を含めて222人の中国人、聖教徒が犠牲となった。北京の宣教師の書庫も怪人に返した。このような暴動にもかかわらず、1902年までに中国聖教会の32の教会には、ほぼ6000人の信者がおり、 教会は学校や個人の経営も行っていた。19世紀には、新教にロシア人聖教徒が移住し始め、20世紀に入ると多くの教会が設立された。1917年のロシア革命、1930年代の農業集団化に伴う飢餓に際して多くの聖教徒と聖教古儀式派新都が新教、内蒙古自治区、中国東北部、ハルビン、 天津などに移住した。1949年までに中国製教会は106の教会を数えるまでになった。これらの教会の教区民は外してロシア人亡命者であったが、関属信徒はというとおよそ1万人がいたのである。新教をウイグル自治区委任市では北京から派遣された司祭が火災による不審死を遂げた後、モスクワ総主教庁から派遣された。 ムロジャノフスキー主催が教会を守っていた。だが、1960年代前半までに、ロシア系の聖教徒の大多数が出国し、大半の教会が閉鎖された。文化大革命の際には、多数の聖職者が労働改造を強制され、すべての聖教会は破壊される方の用途に転用された。中国聖教会の活動は、宗教政策が、 恩恵化する1980年代まで実質的に停止していた。現在、政教会の活動は公認されている。古儀式派の信徒はごく少数を残して出国した。国旅交将ハルビン氏、内蒙古自治区アルン氏、新疆ウイグル自治区ウルムチ氏及び、同自治区の委任氏には参列することのできる、正規ヨしずみの政教会があり、近年、新疆ウイグル自治区、 女子役史では再建も進んでいる。一方で21世紀になるにつれて中国政教会は香港と台湾では比較的自由に活動しており、例えば香港にはコンスタンディヌーポリ総主教庁からニキタスフ主教が使わされ、セイピオトル教区とセイパベル教区が活動を再開させている。台湾ではテノヒライン、ヨナゲオルギオスムルトスが不教区を率いている。 2005年に中国全土で正教会の司祭はわずか5名しかいなかったが、現在は大陸在住の司祭はすべて死去した。少数の中国人がロシアの神学校にすでに学んでいる。中国正教会が中国政府の公認を受けていないかのような報道が繰り返し行われているが、中国政府は宗教団体としての登録を認めており、 ウルムチの聖教会は語行宗教活動場所としての表彰を受けている。中国政府は外国人聖職者及び中国国外で暗示を受けた中国人聖職者による宗教活動を主として制限している。中国聖教会は1965年のシメオン、上海主教の聖教語主教を失っており、新たな司祭を暗示できない状態が続いている。 2000年には生信助被護制度に努めていた主有牧師祭が成居し、2003年には北京で教会を持たない中で機密を行っていたアレクサンドレデ朝司祭も成居し、中国政府が公認する中国製教会で暗視を受けた新品は存在しなくなった。外国人聖職者及び中国国外で暗視を受けた中国人聖職者が非公然の宗教活動を 行う事例も報告されている。2016年5月1日、中国本土で60年ぶりに正式な助任を受けた聖職者、アレクサンドル・スグルイ氏、タスクサイが、ハルビンの生新女秘護制度で復活祭の礼拝を行った。北京府主教区天津主教区上海主教区上海制、新女大制、同恵民土旧主導観光補佐教区観光。 アレクサンドルネフスキー協会ハルビン主教区、国立交渉制新女非合成道内猛虎自治区、新疆北京上海現在、中華人民共和国においては、主教は不在で、聖職者の不足も深刻である。この表は、モスクワ総主教庁の認識に基づく。聖教は、ロシア族の宗教として、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区及び、国立交渉で承認を受けている。 中国の聖教徒の多くは、ロシア族である。ロシア系の先祖を持ちながら、漢族、満族などの民族籍を持つ信徒も多い。ロシア系のルーツを持たないその他の民族の信徒も存在する。旧ソ連と中国に住むエベン貴族の一部は、聖教徒である。彼らは、ロシア帝国のシベリア植民の際に、ロシア聖教会と接触を持ち、聖教に改修したのであった。 中国に住む彼らは、正教徒のエベン貴族は、ロシア風の名前を持ち正教風の葬儀を行うなど、正教文化を保持していることがある。正教は、中国在住のロシア人を主とする外国人にも信仰されている。ありがとうございます。